私は神がどうやってこの世界を創造したのかを知りたい。世間のあれやこれやには興味がない。神の心が知りたい。アルバート・アインシュタイン。一体ここがどこなのか私にも分かりません。誰も知らないどこでもない場所とでも言うしかありません。自分が一体何者なのか、いつ頃からここにいるのか、それさえ私には分からないのです。ただ気がついたらこの廃墟でカエルとして暮らしていたのです。寂しくないかって？うん、ちっともそんなことはありませんね。私は俗世間にまるで縁がないせいか、あれこれ瞑想にふけるのが好きなんです。この世界が一体何のためにあるのかとか、そもそもこの世界はどこから来たのだろうかとかね。でも私の乏しい頭脳では所詮答えが見つかりそうにもありません。いくら考えてもわからないんでしょげ返るばかりです。この間面白いものを見つけました。アインシュタイン方程式という不思議な呪文です。人間がひねり出した最高の知恵の結晶なんだそうです。この日から私はアインシュタイン博士の弟子になったのです。アインシュタイン方程式は博士のライフワークとも言うべき一般相対論の結論です。相対論が見つけた時間と空間の秘密のすべてがたった一行の方程式の中に隠されているのです。ですからこの方程式を解けば宇宙のあらゆる謎を解く鍵を手にすることができるはずなのです。ところがアインシュタイン方程式を解くことはめっちゃくちゃ難しくて、今までたくさんの科学者が挑戦しているのですが数個の答えしか見つかっていません。でもそれだけでも宇宙の誕生からブラックホールの存在に至るまでこの方程式から次々と壮大な仮説が生まれてきたのです。そもそもアインシュタイン博士が登場するまでは時間は永遠で空間は無限であると素朴に信じられていたのです。でもこういう常識は全てアインシュタイン方程式によって粉砕されてしまったのです。ここからが肝心なのです。アインシュタイン博士によれば時間と空間は時空という一つの分離できないものなのです。そしてこの時空は単なる入れ物ではなくて物質やエネルギーそのものなのです。方程式を見てください。美しいですね。RIJ というのは立地点それで時空の極率のこと。 GIJ は計量点それで重力ポテンシャルを表し R はスカラー極率、 K は定数で TIJ とはエネルギーモーメンタム点それ
有限連立方程式でなおかつ非線形変微分方程式、やれやれ弟子になるのも楽じゃない。どだいこの呪文のような記号を説明するなんて無理なんだ。数学的に表現するために苦心なさって特殊な幾何学、すなわちリーマン幾何学を採用されたのです。ということで方程式の左辺は歪んだ時空の幾何学を表し、右辺は時空の歪みの源となるエネルギーや物質の目方を表しています。したがってこの方程式は全体として物質があれば、すなわち時空が歪むという博士の独創的な世界観を表しているのです。もし想像を絶するような極端に重い物質があれば、時空の歪みも極端に大きくなります。これがブラックホールと呼ばれる予言です。太陽の周囲の時空も当然歪んでいますが、歪みはブラックホールほど大きくはありません。ワインの入ったグラスも物質ですから、実は周囲の時空は歪んでいるはずですが、歪みはゼロに近いのです。アインシュタイン博士は物質やエネルギーがなくなれば時空もなくなってしまうとおっしゃっています。中身がなくなれば入れ物も消えてしまうのです。やめておけやめておけ。方程式などとにらめっこして虚しい時を過ごすのはやめておけ。方程式の命は短い。だが謎は永遠だ。謎はすなわち私。この世に謎が生き残る限り、私は永遠に死なない。人は私を悪魔と呼ぶ。運命の女神の住処に、痩せた男が立っていました。半ば魔術師、半ば紐。不思議な術の数々。ペテンじゃないのか。物知りが首かしげて密告してはいけません。人生何一つ確かなものはないのですから。紳士淑女の皆様、今夜ご覧に入れますのは現れては消える事物の法則。さて始まり始まり、皆様方の笑いこそ大いなる励み。皆様なしでは手も足も出ません。物質もエネルギーも単純で美しい幾何学の構造に変えてしまった。この複雑で移ろいやすき世界を一行の方程式に凝縮してしまおうという発想こそ、天才だけに許される魔術的な企てと見受けします。
私も魔術を心得ております。あなたの大胆な思考実験を真似てちょいと手品をお見せしましょう。臨時ニュースをお伝えします。今朝午前4時ごろ、東京都心部に直径2キロほどの球形の黒い塊のようなものが出現し、周囲に奇妙な現象を引き起こしている模様です。今のところこの現象は見かけだけの幻覚に過ぎず、実害はないと見られていますが、原因など詳しいことは一切分かっていません。ご覧の映像は皇居の上空1000メートルのところから見た東京の状況です。本来ここからは見えないはずの千葉方面が隆起しているかのように見えています。では専門家にお聞きします。とても不思議な現象なんですが、どういう原因で起こったんでしょうか。アインシュタインの理論によりますと、非常に重い物質の周りの時空は歪んでおりまして、その場合光も直進できず曲がって進むことが予言されております。光が曲がって進むんですか。そうなんです。その結果見えるはずのないビルの裏側が見えたり、水平線の向こう側が隆起しているかのように見えるわけです。先生は落ち着いていらっしゃいますが、私はとても不安でして、これからではどうなるんでしょうか。なんとかなるでしょう。なんとかですか。ただわからないのは、このような時空の大きな歪みがあれば周囲の物質も吸い込まれてしまうはずなんですがね。でも今のところ幸いそうした現象は起きていないようですが、それにしても全体未聞というのでしょうか、私たちのは常識を超えているというのでしょうか。当たり前ですよ。常識なんかではアインシュタイン方程式の世界を理解することなどできないんです。常識は捨ててください。失礼しました。以後常識は捨てることにいたします。ところで先生、今都心はどういう状況になっているんでしょうか。そうですね、ひょっとすると時間の進み方が遅くなっているかもしれません。時間がゆっくり進むんですか。そうなのです。アインシュタイン方程式では時空が一体ですので、空間の歪みの激しいところでは時間がゆっくり進むはずなのです。へー。するとそこへ行けばスローモーションのような世界になっているんでしょうか。いや、あくまで時空の歪みの大きいところと小さいところを比べてみての話です。仮に歪みの大きいところへ行けたとしても、自分の時間も周りと同じになりますから、わからないでしょうね。そうですか、残念ですね。何が残念なのです。いや、ちょっといろいろ想像していたもんですから。不謹慎ですな。たびたび申し訳ありません。アインシュタイン博士、夢を忘れになってはいけません。人間が新しい方程式を見つけるたびに謎が深まり、私のような存在が息を吹き返すということ。エルレオ、ひどい、あんまりだ。アインシュタイン方程式に対する冒涜だ。大体あなたね、ブラックホールができれば周囲の物質は皆吸い込まれてしまうのです。時空の歪みを経験している暇なんてありません。そう思う気になるなよ。アインシュタインの好きな思考実験とやらをちょっとやってみただけなんだからな。許せない。旧約聖書では、
神の前で悪魔が人間を告発します。悪魔はいわば宇宙の法廷の検事として人間を告発するのです。要するに悪魔とは人間の知性に反逆する一つの原理的な力なのです。弟子のカエルさんとやらアインシュタイン方程式のありがたみをもっと教えてもらいたい。例えばこの方程式を解くとこの宇宙が生まれた瞬間のこともわかる。もちろんです。アインシュタイン方程式を解くと時空が膨張するという不思議な結論が出てくるのです。膨張宇宙論という仮説です。とても信じられないな。実は博士も信じられなくて慌てて方程式を書き換えて時空が膨張しなくても済むようにしてしまったのです。方程式を書き換えた？アインシュタインも血迷ったのか？でもすぐに間違いに気づいて方程式を元に戻したのです。その後の観測の結果は膨張宇宙論に非常に有利なのです。はは。しかし博士はなぜ時空が膨張するのが気に入らなかったんだ？それは私にもわかりません。でももし宇宙の膨張を認めると昔の宇宙はものすごく小さかったことになり、そうなると宇宙の始まりという重大な謎に直面してしまうのです。それそれ、そのことだ。聞いてみたかったのは、もし時空に始まりがあるとすればその前はどうなっていたのか。時間も空間もない世界が あったのでしょうか。そもそも一体何が原因で時空なんぞが生まれなきゃならなかったのか。子供みたいな疑問が後から後から湧いてきます。一体どこまで方程式で答えられるというのか。そうなのです。残念ながらもしも時空に始まりがあることを認めると途端に科学だか哲学だかわからない迷宮に迷い込んでしまうのです。それ見る、始まりの問いこそアインシュタイン方程式のアキレス腱なのだ。そこから先は科学を超えた謎の領域に入るんだ。私の出番が来たというわけさ。宇宙はいつどのようにして始まったのか、この人類の永遠の問いに最初に答えたのは神話でした。最も普遍的な神話の原型は生命の誕生をモデルとして宇宙の始まりを説明する神話です。神話が民族の財産として最もよく保存されているのがフィンランドのカレワラです。カレワラの神話では宇宙は大気の処女の膝に鳥が産みつけた卵から生まれてきたのです。その卵は宇宙の卵と呼ばれています。
科学者は神話の知恵を学ぶかもしれない。だがあのニュートンでさえ始まりの問いには答えられなかったではないか。確かに科学は始まりの問いを避けてきました。しかしアインシュタイン博士は違います。アインシュタイン方程式を解けば時空が200億年前に始まったという年代まで出てくるのです。あ、そう。はぁ、200億年遡れば始まりの瞬間が拝めるというわけ。いいこと教えてくれるね、アインシュタイン博士も。右のメーターは宇宙にあるエネルギーと物質の密度です。真ん中のメモリは宇宙の年齢。メモリを時刻ゼロに近づけていきます。宇宙の体積は小さくなってゼロに近づき、逆に密度は大きくなって無限大に近づいていきます。そして時刻ゼロ、不思議な矛盾にぶつかります。何もないところから無限大のエネルギーが出てきた。なんとゼロと無限大が同居している。これを始まりの特異点と言い、現在の科学者を悩ませる最大の難問なのです。アインシュタイン方程式ができてから半世紀の間、特異点の問題は誰も研究の対象として取り上げませんでした。特異点は単なる数学上のパラドックスで、現実には存在しないと思われていたのです。しかし1965年になって、そうした定説は覆されました。オックスフォード大学のロジャー・ペンローズ博士は、特異点の問題こそ現代の科学にとって最も深刻な課題であることを主張したのです。1990年、博士は独創的な物理学者だけに贈られるアインシュタインプライズを受賞しました。特異点の研究をはじめとする一般相対論への貢献が評価されたのです。Mr. Penrose, could you illustrate the Big Bang model?And the Big Bang singularity by this balloon. Well,
宇宙はいわゆる特異点からスタートしました。もしも宇宙が数学的に単純で滑らかな形をしていると仮定すれば、過去に遡ると特異点が出てきてしまいます。特異点では時空の歪みが無限大となり、方程式はダメになります。そこから先は科学では分かりません。でも実際の宇宙は複雑でデコボコしているかもしれません。だから特異点など存在しないだろうとみんなが考えていました。でも実は違うのです。私とホーキングの見つけた特異点の定理では、宇宙がどんな形をしていようが絶対に特異点を避けることができないのです。ヘンローズ博士が突きつけた問題は科学にとって極めて深刻なものでした。特異点から逃れることができないことを博士は完璧に証明してしまったのです。特異点がある限り、始まりの問いはもはや科学者には絶対に解けないのです。アインシュタイン博士も特異点のことを知っておられました。特異点には問題があると言って悩んでおられました。悩むったってもともと自分の作った方程式から出てきた話だろう。自業自得というやつだな。ギロ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 、皮肉だよな。アインシュタインが小さな出来物くらいに考えていた特異点という化け物が見事に生き延びて、癌細胞のように居座り続け、今や科学そのものを脅かしているというわけだ。どこまでも始まりの問いを追い求めることは、果てしない荒野を地図も持たずに当てどなくさばようようなものだ。もしどうしても出口を見つけたければ、荒野で暮らす賢者に道を尋ねるほか仕方があるまい。アフリカの大地には、科学が切り捨てた人類の古い知識が残っています。中でも、アフリカ大陸の中心部、サハラ砂漠に住むドゴン族は、現代の宇宙論を思わせる世界観を持っています。世界中の民族学者が今も彼らに注目しています。ドゴン族は現在はマリ共和国に住み、独自の言語と文化を持つ少数民族です。乾季には摂氏50度にもなる過酷な自然と戦いながら、彼らは独特の自然観を育んできました。ドゴン族は天文学の発達するよりも前に、土星の輪、木星の衛星、
シリウスの周りを回る星の存在と周期を知っていました。宇宙を描いた古い壁画がこの洞窟に残されていました。なぜドゴン族が正確な天文の知識を持っていたのか、いまだに謎です。古代のアフリカ人は私たちには想像のつかない直感に恵まれていたのかもしれません。では彼らは世界の始まりをどう捉えたのでしょうか。アインシュタインという科学者の理論をもとにすれば、爆発して宇宙ができたということになるんですけどね。どう思います？あちえどんで、あやみんふこにちえどん。バフカロガン。やこばんがやかのうそいご、なないそい。あとなあもうポルモカウマンゴ、ポトルポトアナアドネギネリギン。何もないところからね、ポコッと種ができたわけですけどね、その種はどこから来たんでしょう。あもわるべいにいぐわれて、いぬごうまんに、あもわるべいにそべだわな。Il n'y a personne qui peut dire que J est venu à telle date et telle année. ブラックホールというね、一旦入ったら二度と出てこれないような穴があるんだそうですけど。サンフェラーアイアラアドマディオナトバブテタアンティシガイラサンフェラーアブセガドディングフォンチウォジメコニンビタフォニビタフォコアザネナメイノフベナメコアティティネカソネオンジャボネオグノオアメリカネオグノマガヤネフランスネオニオグコアポケティネカソネビアビオフソコトマネビビデムコメニボノアレベナアタフォ、ドブレベナアタフォ、ドブレベナアタフォ、アベティシガナケケキン、キリンタルベナケキン、メンタドナラバナアラマナティア、マシチカウド。ドゴン族、誰も始まりの特異点の問題に悩み苦しんではいない。科学などという狂気に取りつかれず、星を眺めて暮らしているからだろう。彼らは何もないところ、すなわち無から全てが生まれてきたということを素直に受け入れているのだ。無の世界に法則もなければ得意点もない。科学者も法則を追い求めるのをやめにして、素直に無を受け入れてみたらどうなんだ。
私の古い友人パルメニデスは昔こう言いました。無について考えるなんて馬鹿げている。なぜってないものがあるなんておかしいじゃないか。ないものがあるとすればそれはないものじゃない、あるものである。逆にないものがないとすれば、つまりあるものだけがあるということになる。だからやっぱりないものなんてないんだよってね。わかるかな。わかんねえだろうな。けれうちゅうが何もないところからポコッと生まれたなんて話を簡単に信じるわけにはまいりません。たとえそれで特異点の問題が解決されるとしてもです、無からは何者も生まれないというのがこれまでの科学の常識です。ところが私が最近読んだ論文には時空がポコッと生まれたなんて書いてあるんです。アメリカタフツ大学のアレキサンダー・ビレンケン教授はアインシュタイン方程式の抱える特異点の難問を無を考えることで克服しようとしています。ビレンケンの言う無とは、物質やエネルギーはもちろん時間や空間の枠組みさえない状態のことです。完全な無の状態ということを理解するために時空の泡を思い浮かべてください。例え話をしましょう。空の高いところから海の表面を見れば非常に滑らかに見えますね。ところが近寄ってみると波があって複雑に泡立っている。時空もこれと同じなんです。私たちの住んでいる時空は一見どこまでも滑らかで均一であるように見えますが、しかしものすごく小さいスケールでは時空の構造は複雑に揺らいだり泡立ったりしているのです。無の状態では時空は泡のようなものです。ただし背景となる海を持たない泡です。時空の泡は突然無から生まれすぐにまた消えていきます。ほとんどの泡が消滅してしまう中でものすごくラッキーな泡だけが非常に小さな確率で生き残ります。そしてビッグバンを起こし膨張し始めるのです。このようにして宇宙が生まれるのです。世界が一人でに無から生まれた、驚くべき科学理論だな。アインシュタインの弟子である私もびっくりです。でも特異点の難問を解く一つの仮説には違いありません。だがそれにしてもおかしな話ではないか。そもそも何にもないということは単純で完全な状態のはずだ。それがなぜ自分から時空や物質をわざわざ生み出さなくてはならんのか。あなたもなかなか鋭いですね。実はビレンケンの理論には暗黙の前提があるのです。
暗黙の前提？そうなのです。それは無の世界にも物理法則があらかじめ存在しているという仮定です。ちょっと待て、時間も空間もないのに法則だけが存在しているというのか？まさにその通り。そのような状態を科学者はスーパースペースと呼んでいます。元拳の言う無の世界とは実はこのスーパースペースの一種なのです。ほう。ではお聞きしますがね、その物理法則は誰が作ったんだ？だいたい時空もないところに本当に法則なんてあるのか？そんなもの人間が作り出した妄想に過ぎないのではないか。アインシュタイン博士は神が世界を創造したとき、他のやり方があったかどうかということに興味があるとおっしゃっています。ほら来た。人間は行き詰まると必ず神様を持ち出すという悪い癖がある。では一体創造の第一原因とは何なのですか？あなた答えられるというのですか？創造の第一原因だと？お前たちの好きな神様に聞いてみたらどうなんだ？ご参考までに申し上げますと、聖書には無から世界が創造されたと書かれています。なんだ、西洋人は昔から同じことばかり考えているみたいだな。そうなのです。万物を創造した最初の原因が何なのかということをギリシャ以来数千年間も考え続けてきたのです。そのくせ未だに答えを見つけられないというわけだ。そう決めつけないでください。私の昔の師匠である聖アウグスティヌスは1500年も前にこう教えてくれました。E se ci fu un tempo prima che tu creassi il cielo e la terra, non si può dire che ti astenevi dall'operare. Anche quel tempo era opera tua, e non poterono trascorrere tempi prima che tu avessi creato un tempo. Se poi, prima del cielo e della terra, non esisteva tempo,perché chiedere cosa facevi allora? Non esisteva un allora dove non esisteva un tempo. キリスト教では神こそ全てに先立って法則を作り、時空を創造した究極の第一原因なのです。神に先立っては何者も存在しない、これが最終的な答えなのです。なるほど、ありがたいお話だ。だがその答えは科学では証明しようがあるまい。科学者たちに聞いてみたいもん。イギリスのフレッド・ホイル博士は近代科学が目標としてきた究極の第一原因という考えに反対です。究極の第一原因とか創造主とかいう考えを持ち込むや否や、私たちは思考停止に陥ってしまいます。何でもかんでも創造主のせいにしようとするのは、実はこれ以上先へ考えを進めるのが嫌だという意思表示にすぎません。ブラックホールやワームホールの名付け親として知られるアメリカのジョン・ホイーラー博士も
創造主や第一原因を求める思考を批判します。この宇宙をある法則に基づいて設計されたマシーンのようなものだと考えることは馬鹿げています。なぜならマシンを作り出したスーパーマシンが必要となってくるからです。そうなるとスーパーマシンを作り出したスーパースーパーマシンが必要となりキリがありません。もしそういうナンセンスな思考の堂々巡りが嫌なら、宇宙は何の原因も法則もなしに一人でにできたと考えるしかありません。アホらしい、所詮堂々巡りじゃないか。スーパースーパースーパーマシン、法則の法則の法則、原因の原因の原因、創造主の創造主の創造主。どうした？大丈夫か？ひょっとすると世界には始まりがあるという出発点が間違っているのでしょうか？何か他のルートがあるのでしょうか？もしかすると方程式を書き換える必要があるのかな。ちょっと占ってほしいんですよ。この人はどんな人で、言ってることは合ってるのかどうかね。就佢同眉就生得差一啲啦，因此咧，佢呢個人就比較自己僻埋一邊，朋友未必一定好多啦。同埋咧，對眼咧就似乎對事物睇得太高，對一般嘅嘢咧就覺得會係唔合佢嘅心意。這個人嘅太叻，會覺得自己係喺一個另一個世界，會同一般嘅人難於接近啦。中国人は長い歴史の中で独特の自然観を育んできました。中でも道教の宇宙論は老子や荘子の思想に基づく深い知恵の結晶です。もともと宇宙という言葉も2000年前に中国人が作り出したのです。宇は空間、宙は時間という意味です。時間と空間には始まりも終わりもありません。私たちはそれを一つの円で表します。円は無限の時間と無限の空間を表しています。この無限の時空がある原理によって枝分かれしていきます。それは陰陽の原理です。それをこのように表します。万物は陰陽の原理の支配下にあるのです。プラスとマイナス、一種の二進法です。白は陽を表し、黒は陰を表します。科学者は世界には始まりがあると言っていますが、それでは始まりの前にも始まりがあることになり、キリがありません。ですから始まりなど
ないと考えるのが正しいのです。仮に世界に始まりがないとするなら、アインシュタイン方程式は間違っていることになるな。ところがそうではありません。最近私の師匠になった日本の佐藤勝彦教授がいます。アインシュタイン方程式を出発点に、時空の問題を追求するうち宇宙が無限に再生産されていくという結論に到達したのです。親子宇宙論という仮説です。仮に我々の宇宙というのを最初できておりました宇宙というのは、丸い宇宙だったと思いましょうか。そうしときましてですね、この中でいろんな争点が起こるわけです。そうしますと、今言いましたようにある領域ではですね、このワームホールができると、これから、あるところでは実はこれはブラックホールになってしまうところにもございます。そして、至るところにできますよね。こういうような地区構造というのがどん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 こうできてくるわけです。かつですね、この、我々はこのもともとの大きい宇宙をお母さんの母宇宙といえば、これを子供の宇宙と呼んでおりますけども、この中からもですね、孫の宇宙というのが生まれてくると、孫の宇宙の中からひ孫の宇宙も生まれてくると、こういうふうな構造がどん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 発展していくということが分かってきたわけです。もうこういうふうに宇宙がどんどん作られていく過程は、ほとんど無限に続くわけですから、我々が最初の宇宙に住んでたという、傲慢なことはとても言えなくて、ひ孫もしゃしゃ孫もいいところのはるか後の世代の宇宙に住んでると考えるのが素直じゃないかと思います。なんで親宇宙から子宇宙が生まれるわけだ。2つの宇宙をつなぐワームホールというメカニズムがあるからです。つなぎ目をアインシュタイン・ローゼンの橋と呼ぶのです。実はこれもアインシュタイン方程式の偉大な予言の一つなのです。かつですね、この我々はこのもともとの大きい宇宙をお母さんの母宇宙といえば、これを子供の宇宙と呼んでおりますけども、この中からもですね、最初のお母さんの宇宙は一体どこから来たかってことだ。最初の母宇宙の始まりなんて考えなくてもいいのか。申し上げられるんですけれども、一番最初のこの宇宙ですよね、これは一体どこから来たのかという質問に対しては、我々の議論の範囲ではやはりこの宇宙は神様に作っていただくより仕方がない。神様に作っていただく、神様に作っていただくより仕方がない。神様に作っていただく、神様に作っていただく、神様に作っていただく。現代の科学者がもう考えた、宇宙が無限に続くのだと考えたりしてみても、所詮理論は行き止まりということは私の価値か。皆さん、時間をどこまでも遡り、この宇宙が生まれる瞬間にまでたどり着くとき、始まりの特異点の向こう側には本当に無の世界しかないのでしょうか。
ちの世界が現れたり消えたりしている。私の兄弟子の中にはそう唱える科学者もいるのです。時空は人間の思考が生み出した秩序に過ぎない。真の秩序は人間の思考を超えたところに隠されている。アインシュタインの一番弟子と言われた大御所デビッド・ボーム博士はそう主張しています。私が思うには、存在というのは科学の理論で説明できる限界をはるかに超えて、いわば広がっているのです。私たちの知っている時空はいわば存在の一部なのです。ですから隠れた秩序というものがあると思います。科学者が知っているのは全て表に出た秩序なのです。無論その現れ方にどういう法則があるかを一定の範囲に限れば知ることはできます。しかしそれは全て隠れた秩序から出てくるものなので、始まりがどうであったかを問うことは無意味なのです。例えばテレビ番組をストーリーの途中から見始めて、前がどうであったかを尋ねるようなものですね。ともかく表に現れた秩序は目に見えますが、もっと深く理解するためにはそれがどこから展開されているのかを理解しなくてはなりません。科学を超えた存在の領域があるのです。科学者はもはや宗教的な問いに踏み込んでいると思います。科学者が合理的な思考方法にしがみつく限り、始まりの問いには答えようがない。神々の住む山奥を訪ねれば、科学とは別の次元の知恵と出会うこともあるだろう。いくら5000年前から生き残っている宇宙哲学だといっても、存在もなく無もなかったなんておかしな言い方ですね。あるのかないのかはっきりしてほしいですね。ああそう焦りなさんだ。あるのでもなくないのでもないと言ってるんだ。だからどういう意味なんですか。二者択一の論理で考えても無駄なんだ。そもそもベーダーは言葉や合理的な思考では捉えきれない何者かを指し示そうとしているんだ。聖者スワミ・ブーマナンダさんのアシュラムでは、最も古いベーダの原型を研究しています。この僧院ではたくさんの物理学者が修行しています。ここでは宗教的な真実と科学的な真実は別のものではありません。彼らは一つの真実を求めているのです。So when you advance, by logical extension, you can finally arrive at a point where you will know that we can never come at the proper truth in this particular logical manner. This study of science, particularly physics, has given me the capability of introspection, introspection to a deep level. Similarly, in the spiritual pursuit, I have found this, that my study of physics, it has helped me in this way.聖者ブーマナンダは
若き日デリーの大学で科学を修め、その後科学と宗教の区別を超えた精神の探求の道に入りました。時間と空間の始まる前に何があったのでしょう。何が時空を生む原因だったのでしょう。時空の内側にいながら時空がどこから来たのかということを知ることが果たしてできるのでしょうか。私は科学の客観的な研究方法によっては時空の始まりを知ることは決してできないし、また実りが少ないと思います。ではどうやって先へ進めるのでしょう。時間の内側にいる限りは時間のない根源には決して到達できません。時間の外側にあって時間を生み出す根源へはどうすれば到達できるのでしょうか。時間の外に出ること、時間を超越すること、客観的世界を乗り越えること、時間や空間という概念では捉えられぬ境地を目指すことが必要です。そういう境地に到達することができるでしょうか。すなわち人が時間の内側にとどまらず物質の世界の感覚を超え、それゆえに空間をも必要としない精神の探求です。これこそ科学者が探求すべきテーマです。科学者に瞑想をしろとでもおっしゃりたいのですか。まあそう向きになるなって、東洋だけでなく西洋の科学者の間にも偉大な真理、言葉では語ることができないものだという考え方が広まっているんだ。ケンブリッジ大学のキャベンディッシュ研究所は今日までに数多くのノーベル賞受賞者を生み、その歴史は物理学の歩みそのものとさえ言われています。現在この研究所には科学の論理を超えた世界へ踏み込もうとしているある独創的な物理学者がいます。ブライアン・ジョセフソン博士54歳。24歳の時に書いたジョセフソン効果についての論文でノーベル賞を受けました。この理論を応用したジョセフソン素子は今日では広くコンピューターに使われています。今博士は直感力を持つコンピューターの開発など意識や精神の法則を探求し始めています。私は精神が物質を生んだと考えています。私たちが宇宙だと考えているものより以前から精神が存在していて、時間と空間はこの精神の中から作り出されたのかもしれない。ええ、ある意味では異なっています。しかし物を考え出すなど精神の特質とされるものを持っている点では同じです。ただ人間の精神とは何もかもまるで違ったスケールを持っています。このいわば最高精神と結びつくことによって人間の精神は可能性を広げていくことができます。宇宙を創造した最高精神は一種のサイコキネシスのようなものだったと思います。精神と物質の相互作用です。そこでは最高精神の働きかけでエネルギーが一箇所に集められてビッグバンが起こりました。最高精神はさらに宇宙を発達させ物理定数を
生命や知性の発達にふさわしいように調節したのでしょう。私たちはビッグバンの瞬間まで戻って、それが起こるのを観察することはできません。しかし私たちは小さなスケールで物質の法則の一部を観察することができ、それを大きなスケール、例えば宇宙の始まりに応用することができます。同じように、もし科学が精神の法則を手に入れられれば、それを応用して、最高精神がどのようにして宇宙を創造したかということも理解できるかもしれません。今でもバチカンでは超一流の学者を集めて必死に答えを見つけようとしていると聞くが、よくご存知ですね。バチカンには科学アカデミーという知られざる機関があり、400年も前から科学の動向に目を光らせているのです。ここには年に一度世界中から最高の科学者が呼ばれ、法王の臨席のもと果てしない議論が戦わされるのです。なるほど、宗教が科学の情報を集めているわけだ。情報への飽くなき執念がこの強力な組織を支えてきたということか。ニュートンは宗教の問いを科学に持ち込むことを禁じました。それ以来科学と宗教はお互いの領土を守り住み分けを続けてきたのです。ところがアインシュタイン方程式のおかげで二つの問いの境界線はもはや曖昧になろうとしている。その通りです。バチカンが一番関心を持っているのもその境界線なのです。おそらくバチカンは知ってるんじゃないか。科学が始まりの特異点の謎を解けないでいるということ。特異点を乗り越えようとすれば科学を超えた宗教の問いが復活するわけだからな。結論を急がないでください。ただ今最先端の科学者の研究は観測や実験で確かめられる範囲をはるかに超えて哲学の領域に深く踏み込んでいることは事実なのです。どうしても知りたい問いが2つあります。一つはこの宇宙がなぜ存在するのかという問いです。一体何者の力によって方程式に命が吹き込まれるのでしょうか。もう一つはなぜ私たちの脳が方程式を理解できるようにできているのかという問いです。宇宙を記述する方程式が誰にでも理解できるということは考えてみれば不思議なことなのです。この2つをどうしても知りたいのです。時空はどこからなぜ生まれてきたのか。それが無から生まれたとしても、永遠の過去から存在していたとしても、隠れた次元から現れたとしても、謎は残るのだ。
果てしなく問い続けることをやめない限り、究極的な答えも見つからないのではないのか。もはや最後に残った仕事は一つしかない。アインシュタインを黄泉の国から蘇らせ、永遠に生き続けるのは謎なのか、それとも方程式なのか、白黒をつけねばならぬ。もし謎が勝利するなら私の勝ちだ。私が勝てばアインシュタインの魂は私のものだ。だが方程式が勝てばアインシュタインのロゴスの勝利を認めよう。その時には私は死ぬことになる。私は謎そのものなのだから。アインシュタイン博士、アインシュタイン博士。誰だ？あなたを苦しみからお救いするために来たのです。あなたが妙な方程式を発明したばかりに人間は大変な混乱に陥っているようですな。私の方程式はまだ究極の方程式ではない。究極の方程式。ほう。アインシュタイン博士、こんな大博打をご存知ですか？最も莫大な金を食い、最も配当金の大きい危険な賭け。それは世界最高の頭脳が挑む究極の理論を目指す大レース。これぞ今世紀最大の知のギャンブル。どうです博士、一口乗ってみませんか？有力馬を独断でご紹介しましょう。量子重力理論。アインシュタイン博士、あなたが死ぬまで反対し続けた量子論をよりによって相対論と結婚させようというのです。ホーキングやビレンケンの仮説もこの理論が完成しない限りは砂上の楼閣に過ぎません。だが残念ながら困難が大きすぎ未完成のままです。SUT 超統一理論。宇宙の全ての力を統一し始まりの秘密に迫ろうという夢です。この夢は博士、誰よりもあなたの夢だった。だが今は長いトンネルに入ったままだ。超弦理論。世界は超ミクロの紐からできており、この紐が振動することで時空や力が生まれるという。世界を幾何学で説明しようという発想は博士あなたの真似らしいが、今のところ実験では確かめようがない。それじゃあどの理論も全部ダメみたいじゃないか。嘘だと思ったら現代の大科学者に登場してもらおう。特異点の定理で有名なあのロジャー・ペンローズ博士に。評価は4段階。二重丸は最高の理論、選挙で言うなら当選だ。丸は当選確実、役に立つ理論。三角はボーダーライン、仮説的な理論、大半は生き残れない。ペケは落選、明らかに間違っている。量子電磁気学当選、大統一理論ボーダーライン、カルツァー・クライン理論ボーダーライン、電磁気学当選、ニュートン力学当選、
量子色力学当選確実。ご自分の理論、ツイスター理論、あら、これもボーダーライン、量子論当選、相対論当選、超対称性理論ボーダーライン、統一ゲージ理論ボーダーライン、超弦理論ボーダーライン、超重力理論ボーダーライン、超空間モデルボーダーライン、コークモデル当選確実、ヤン・ミルズ理論当選確実、インフレーション宇宙論ボーダーライン、熱力学当選、ビッグバン宇宙論当選確実、その他の最新理論は全部落選。物理学のすべての問題が今にも解決するかのように騒いでいる人がいますが、それは間違っています。数学的なトリックではなく、究極の理論にふさわしい自然な条件を備えたものは今のところ一つもありません。ですから、いつ究極の理論ができるかを予測するのはまだ無理なのです。根本的なアイデアが何もないのですから。新しい理論はどれもボーダーラインを突破できそうにないようです。まあいいでしょう。仮にそんな素晴らしい理論ができたとしましょう。でも世界はなぜ存在するのか、神は存在するのか、一体何のために。それは私にもわからない。しかし私は知的探求には何らかの深い意味があると思われてならないのだ。未知の方程式を発見した時の神秘的な体験を味わったものにしか。神秘的体験？アインシュタイン博士、神になりたいのか？いや、神の心を知りたいだけだ。物理法則のことか。その通りだ。法則の中にこそあらゆるものに勝る神が現れているのだ。法則などありはしない。いや、ある。私は信じる。法則がなければ世界は完全な混沌に過ぎない。それはあなたの信仰に過ぎないのではないか。まさにその通り。知性によって存在の法則を理解できるのだという信仰だ。この深い信仰を持たぬ科学者は本当の科学者ではない。宗教なき科学は完全ではない。何の宗教を信じるというのか。私の信じるのは、そう、宇
宙的宗教だ。宇宙的宗教。神が世界を創造した時にはたった一つのやり方しかなかったと私は信じる。だから必ず究極の方程式があったはずなのだ。私は神の方程式を手に入れたかったのだ。神の方程式、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 しまいました。また一人きりで瞑想にふける日々が始まるのでしょうか。でもいつの日か博士が戻ってくることを私は信じているのです。This day and age we're living in gives cause for apprehension with speed and new invention and things like third dimension. Yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth at times, relax, relieve the tension. No matter what the progress or what may yet be proved,Simple facts of life are such, they cannot be removed. 古代の創造神話や伝説に共通しているのは、この物質世界がある精神的な中心から作られたということです。この物質的なものは最後には再び精神的なものへと帰っていきます。インドのベーダ、旧約聖書、またたくさんの神話にもこうした考えが見られます。ここで当然起こる問いは、精神と物質のどちらが先に生まれたのかということです。唯物論は物質が精神を作ったと考えました。しかし私の意見では、今日それとは逆の認識に達しています。つまり精神が物質を作ったのです。世界にも特異点があるのです。私たちカエルは
動いているものは感知しますが、止まっているものは感知できないのです。人間から見たら、ずいぶん奇妙な世界に私たちカエルは生きているのです。私たちは、ですから人間と比べて、半分の世界しか知らないのです。あとの半分は、存在しないも同然です。だって知ることができないのですから。私はこう思うのです。人間もやっぱり半分の世界しか知らないんじゃないかって。つまりどうやっても得意点の向こう側の世界を知ることはできないんじゃないかしらってね。カエルの知恵の及ばない世界があるように、人間の知恵の及ばない世界があるのではないでしょうか。Remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you.On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Quiero. Quiero. Quiero.